エンテレ10月のおすすめ番組、日本武道館の真夏の恒例行事、全日本少年少女武道連成大会。武道に励む全国の小中学生が一堂に会し、日頃の練習の成果を披露する晴れの舞台です。エンテレではこの大会を全2回にわたって放送。10月は弓道、合気道、剣道、そして空手道の4種目の大会を放送します。埼玉県の西部、飯能市の夏祭り。見どころは全国でも珍しい底抜け屋台。床のない屋台がお囃子の音色に合わせて練り歩きます。この屋台の特性や歩きながらの演奏は後世に残す価値のある祭事と言われ、市の無形民俗文化財に指定されています。町内で受け継がれる屋台お囃子の音色はまさに地域の宝です。島国日本。そんな日本には海と深い関わりのある民話が数多く残っています。海の多様性や海と暮らしてきた先人たちの知恵など地域によって印象深いものばかり。そんな民話を通して子どもたちに海とのつながり、地域の誇りを伝えます。秋の夜長に民話の世界はいかが。末広がりずのあっぱれふるさと珍道中。今月の舞台は千葉県南房総市、道の駅三好村ひなの里。皆さん、千葉県は日本酪農発祥の地って知っていますか。2人が濃厚なミルクスイーツに舌鼓、さらに忍者の里を発見、体を張った忍者修行に挑戦します。食欲の秋、スポーツの秋にぴったり。今月もご覧あれ。地域のエンタメをもっと身近に、まーるくつながるエンテレ。